はい、皆さんこんにちは、マダルグルビッシュです。では今回はギレンでは青き星の覇者マクベプレイの続きをやっていきたいと思います。で、北京の攻略が完了しておりますので、次のステップへと進んでいきたいと思います。ウラガン注意からですね、東アジアは我が軍の支配下に置かれました。太平洋東アジアの制圧によりジョン軍の勢力圏内が地球全土の約半分にも及んでいると。今のところ順調ですね。で、この先の戦いに関してなんですけども、東南アジア方面では連邦軍がモビルスーツを実戦投入。まあ、確かに前回ですね、ガンキャノン、ガンタンクが、モビルスーツ部隊という形ではないにせよ、師団編成の中に入ってきていましたからね。まあ、この先、連邦軍のモビルスーツの投入というのが、まあ、より一層、顕著に出てくるのかなという情勢だと思っています。で、その上でですね、我々の方の師団編成も敵のモビルスーツに即した編成に変えるというのと、あと戦い方、戦術ですね。これもね、少し、吟味が必要になってくるかなというふうに思っています。まあ、具体的には格闘がね、お互いに入ってくると思うので、今までだとね、ジョン軍モビルスーツで格闘を一方的に入れていたところがですね、まあ、今後はモビルスーツ同士の戦いになると格闘の打ち合いになると思うので、できるだけ先制が取れるように、しっかりとね、師団の編成、戦術、練っていきたいと思います。で、この謎の壺は民間人からの献上品。まあ、マクベといえばね、なんだったかな、バーサスシリーズかなんかで、壺をね、コツンとやって、いい音色だろみたいなことを言っていたのを、もう今でも鮮明に覚えてますね。まさにこのシーンですね。これはいいものだ。まあそう言ってますが、戦略フェーズ頑張っていきましょう。で、A 型のバリエーション機であるグフ B 型が配備可能。A 型に近接戦用の固定装備を施し、白衛戦に特化した機体。まあ、グフはやっぱり格闘のイメージが強いですからね。さらにアッザムが完成。できるだけアッザム配備したいな。あとは陸戦艇ギャロップ。これも配備可能ということになってますので、まあ、これらを師団編成に組み込んでいきましょうか。で、東アジアと太平洋を制圧したことにより地球全土の約半分が我々の支配下に入りました。次に我が軍が進撃するのはオセアニア。まあオーストラリア方面ということですかね。で、この地域やコロニー落着により大きな被害を受けているため、まあ、確かにシドニーに落下してシドニーにシドニー湾と呼ばれる大きな、コロニー落下の傷跡を残ってますからね。他の地域に比べれば戦力防備とも手薄。作戦目標であるシドニー湾沿岸のトリトン基地を目指して我が軍はまずニューギニアへと上陸する予定ということなので、ニューギニアからシドニーまで連戦になるかなと思います。で、54位を確認していきます。シュタイナー、ミハイル、ガブリエル、アンディ、これはゼロハシモビルスーツ招待の面が入ってきますね。ちょっと全員囲い込みたいよな。ではまず幹部会議からこなしていきましょう。では作戦部からの提案、まあ、ランバラールの派遣についての審議を始めていきましょう。ランバラール隊の派遣について、連邦軍の新型戦艦木馬、まあ、つまりホワイトベースは未だ健在であり、我が軍の支配地域を移動、各地で損害をもたらしています。これ以上木馬放置しておけば作戦進行の妨げになるとして、作戦部から木馬追悼作戦のプランが提出されました。ランバラール隊率いる精鋭部隊を派遣、木馬を捕捉撃破しようという内容です。しかし、ランバラール隊と部下たちは非常に重要な戦力であり、彼らを欠いては攻略作戦に支障をきたす恐れもあります。ランバラール隊を木馬追悼に派遣すべきか否か、地球方面軍首脳部の判断をお願いします。今ランバラル隊の面々はランバラルを含め全員マクベの機関にいますので、これを出すと大きな戦力ダウンにはなりますよね。これを踏まえてどうするか少し考えてみましょう。まあ、ランバラルを派遣した場合、まあ、おそらく史実通りランバラル隊は全滅するんじゃないかなと。一方でランバラル隊を残しておいたらそれはそれで面白そうかなとは思うんですが、どうせ史実をひっくり返すんだったら
3連星で木馬隊を撃破する。これをちょっとやってみたいなと思うので、本当はね、ランバラルには生き残ってもらって、グフとは違うのだよ、グフとは。と言わせたいんですが、ここはランバラル隊を派遣する方に一票を投じましょう。はい。これで、ランバラルの派遣に関して我々地球方面軍司令部の総意として派遣を決定しましたので、ランバラル隊はこの後木馬追討のためにマクーベの帰還を離れるということになると思います。では、この後ですね、グフの B 型、ギャロップ、そしてアザムを、ちょっとね、補給で要請をして、編成に組み込みましょう。早速やります。補給。グフの B 型。これちょっと欲しいよね。まあ、とりあえず1個。で、さらに、アザム。で、最後に、ギャロップを5個ほど、もう仕入れちゃいましょう。もう全然お金がなくなっちゃいましたけどね。これで少し編成を変更します。ではまず編成を見直しました。ギャロップにね、すべて変えているというのと、ガイア、オルテガ、マッシュ、まあ、黒い3連星にね、最新のグフの B 型、格闘仕様のグフ、これを配備しています。であと、第3ブタンのフラナガンのところに、アザム、これをね、配備しました。これで次の戦い臨んでいきましょう。で、続いて、肝心の転属願い。これをね、行っていきます。マッシュタイナー。いやー、ちょっとポイントがないかな。残り300しかないと、ミーシャ、アンディ、ガルシアは次かな。ミーシャとアンディを、いやー、難しいな。アンディを先にしよう。アンディと、アクションポイントがね、ちょっと足りないんですよね。これで、臨んでいきます。では、出陣していきましょう。ニューギニア攻略戦です。始めていきます。まずはね、アザムとグフ B 型の強さをね、しっかり確認をしながら進めていきましょう。で、敵の方にモビルスーツがいるかどうかというのもね、じっくりちゃんと確認しましょう。ここにシナプス艦長がいるね。他は、特段気にしなきゃいけないような部隊にはなっていないかなと思いますので、このまま攻略戦進めていきます。はい。では、ニューギニア攻略完了しました。まあ、アンザムも、グフ、B 型も強いですね。では、戦略ベースに入ります。ここで、カリフォルニアベースより報告。陸戦用モビルスーツ、ドムの先行量産機が完成。ただし、ドムの配備を求める声は各戦線の部隊で上がっており、実際にこの先行量産機をどこに配備するかは幹部会議での決定に委ねられることになりそうです。いや、ぜひ欲しい。3連星に早速ドムを配備しましょう。ドムの先行量産機の件は聞いているだろう。そうですね。各部隊から配備要請が行われているようだが、私はあれをランバラルに送るべきだと思うというガルマの話。これはね、拒否ですね。3連星にドムを配備する。ドムの配備に関する議題に関して、事前にガルムからね、味方になるように要請が来てますが、これは断固として断りましょう。あくまでも
3年生にとも渡す。では幹部会議3件見ていきましょう。転属希望についてが一つと、ガルマから話のあったドムの配、そしてトリトン基地への進行ルートですね。ではこれもね、まずは自分のところに確実に部下を増やせるように会議を進めていきましょう。さて、ではね、ランバラルからの提案内容を吟味していきます。ドムの配備先に関してですね、ランバラル隊から、スードの襲撃による木馬を損傷させたのですが、モビルスーツをすべて失ってしまいました。木馬の新型モビルスーツの性能は予想以上。木馬を倒すにはより高性能なモビルスーツが必要かと。聞くところではドムの先行量産機が完成しているとか。ぜひドムを送ってください。必ず木馬を倒してみせます。ということですね。まあ、これはね、ドムを送ればランバラルがもしかしたらホワイトベースを倒してくれるかもしれないんですが、これはね、ユーリーの言う通り、我々も最新鋭ドムが必要なんですよ。なので、これはラル隊に送るのではなく、3連星に送ってもらおう。味方も3人。勝負に出ましょう。はい。これでドムをランバラールに送るのではなく、我々のところに送ってもらうように提案を通しました。この哀愁の顔を漂わせる35歳のランバラール。たとえ素手でも任務はやり遂げてみせます。ということですね。では最後にトリトン基地の進行ルートに関して、これもね、確認をしていきましょう。トリトン基地周辺には予想以上に強固な防衛ラインが敷かれているようです。最初の情報だとね、シドニー湾一帯はコロニーが落着した影響で防備が手薄になっているという話だったと思うんですが、予想以上に、防衛ラインがね、強固なものになっているということで、これを突破するための進行ルートが2通り、作戦部のスタッフにより立案された内容、1つ目が西回りで防衛ラインを突破する内陸ルート、中央部のアリススプリングから西部のバースに進行し、これを制圧。比較的防備の薄い西側からトリトン基地を攻略します。二つ目、これは東回りで防衛ラインを迂回する海沿いのルート。東部のヒューエンデンを制圧後、カイロ、ウェリントンに進行。そこを足がかりにトリトン東岸に、東岸に上陸です。防衛ラインの背後をついてトリトン基地を制圧。いや、これね、結局水陸両用モビルスーツは案外しか持っていないので、西側の内陸ルートを通った方がいい気がするな。では内陸ルートを選択したいんですが、内陸ルートでは敵のモビルスーツと戦闘になるという話、水中用兵器を主力、回路を呼ぶべきだというウォルト大佐。いや、これは飛ぶルートだな。飛ぶルートにしましょう。敵のモビルスーツとね、真っ向勝負はできれば避けたいですよね。まあ、ドブをもちろん配備するんですが。では、ここも我々の主張を通していきます。はい。これで、内陸ルートではなく海沿いルートが進行ルートとして採用することができましたね。で、気になるドムの性能だ。ドムを早速3連星に配備して、前線に投入していきましょう。では、ヒューエンデン攻略戦のために、少しね、編成の見直しから行っていきます。まずは3連星のところにドムだよね。ドム、いる。さすがよ。ここに、3連星を配備して、いきましょう。では他の部分もね、同じように配備を進めていきます。はい、では編成の方は見直しを行って、ドムをね、手段編成の中に組み込みました。続いて連続願いですね。これは先にミーシャ、ガルシア、この2人を入れたい、取り込んでいきましょう。では出撃していきます。
では攻略完了しましたので、続いてですね、戦略フェーズに入り、またパイロットね、着々と確保していきたいと思います。ウラガンからマクベ閣下専用となるグフ B 型。そうか、グフ B 型のマクベ専用機となると多分エース機扱いになると思うので、どうなんだろう、結局一機編成になるんじゃないかな。これはこれで少し戦力ダウンになるんじゃないかなという気もするし、どうするかはちょっと中身見て決めましょう。イフリートが配備かどう。まあ、ニムバスがね、入ってくれてますので、イフリートを乗せましょうか。で、ランバラル隊部隊全滅。ランバラル隊が全滅か。ゲリラ戦の末、自決。まあ、ここはね、ドムを送らなかったので、史実に近い内容で進んでますね。で、工作員からの報告によれば、トリトン基地には連邦軍の核兵器貯蔵庫。これがあると。で、これ核兵器って南極、そうだよね、条約により核兵器の使用が禁じられたため、連邦軍の保持する核兵器のほとんどがこの施設に集められ封印されていると。当然その存在は連邦内部でも最高機密となっており、ジオン地球方面軍においてこの情報を掴んでいるのは我々だけだと。なるほど。他の軍団長にもこの情報を共有するのか、しないのか。ちょっと悩ましいですが、ここはもう提供しよう。仲間ですからね、言ってもいがみ合ってますけど。では、幹部会議。中身見ていきましょう。転属希望ですね。これは、アレックスが出てくるね。シュタイナーとかアンディとか、ポケットの中の戦争のキャラクターたちを全員集めたいので、転属希望をなんとか推し進めていきましょう。シュタイナーのね、転属は失敗しましたが、アンディは獲得できましたね。ここはできれば2人取りたかったですけど、しょうがない。で、占領地の、政治体制、これをどうするかという話になります。我々はすでに地球の半分を制圧していますが、占領地の行政体制はまだ整っておらず、依然として駐屯部隊の裁量に任されているのが現状です。この先、占領地が増えるにつれて、まあ、この体制では困難になっていくでしょうということで出されてきたのが、占領地の行政機構の整備と統治の効率化。これには予算が必要になります。具体的には2000ですね。より効率的な統治体制が確立すれば、占領地からの収入の増加が見込めるでしょう。この提案を認可すべきかどうかについて、議論を交わしていきます。まあ、どっちがいいかな。ここはでも、現地の行政を強化しておく方が中長期的に見れば明らかにいいのかなというふうに思いますので、ウォルター側の意見に回りましょう。もともとビッターとは仲良くないですからね。アクションポイント使いますが、ここは現地行政機関の整備強化、これに努めていきます。はい、ではこれでね、地球方面軍総司令部、我々の総意として行政機関の強化、現地のね、対応強化という案にしましたので、これでアクションポイント2000を失いましたが、まあ、中長期的に見たら収入も上がるでしょうというそちらの内容を決定しています。では、次ですね。ウェリントン攻略戦を始めていきたいと思います。
はい、攻略完了です。ドムをね、失ってしまいましたね。ドムの手段を。やっぱり敵のね、陸戦ジム強かったな。少しモビルスーツの補充もしていきます。では幹部会議3件、全部将兵の転属希望ですね。これもサイクロプス隊を作りたいので、なんとしてもね、シュタイナー、ガルシア、獲得していきたいと思います。ではね、3つ、ガルシアだけは却下されてしまいましたが、他2人迎えることができましたので、まあ御の字としましょう。で、続いてなんですけども、先ほどドムが破壊されてしまったというのもありますので、トリトン基地攻略の前にですね、部隊編成を少しまた見直しましょう。補給を受けます。まずはイフリート。あとはね、サイクロプス隊を結成する上では水陸両用モビルスーツとかね、デザートザクとか欲しいかなっていう感じもするけどな。まあ、ただドムはまだ入っていないようなんで、ドムが入ってこないのであれば、まあ、やっぱりザク、グフで固めるしかないので、あ、マクベ専用グフか。いや、ちょっといらないかな。だったらグフの B 型を手に入れて、これで編成を見直します。まずは、イフリートだよね。ここに、ニムバスを配備しよう。ニムバス。で、第5部隊をサイクロプス隊としましょうか。なので、兵器ここをグフ B 型で固めていきます。まあでも、前衛はグフ B 型でいいけど、中衛とかはどうなんだろうな。このままでいきましょうか。で、代わりにここにね、パイロットで、シュタイナー、アンディ、あとは、ミシャ。ガルシアが入ってくれば完成ですね。まあちょっとガルシアは今回入れてないですが、で第3部隊だよね。ここの前衛が、まあ、グフ B 型で固めるしかないかな。で、このパイロットを、トップ。あとは、フラナガンにでも任せますか。赤鼻に今、アッザム乗ってもらってますからね。では、これで、いよいよ、ドリトン基地攻略を行っていきましょう。転属願いが今お話しした、ガルシア。これが欲しい。あとは、せっかくなんで、フリー、今所属がフリーの、イアングレーデンが全然取れないんですけどね。さらに、ククルスドマン。この3人をもらい受けましょう。これでじゃあトリトン基地出撃していきましょう。はい、これでトリトン基地の攻略が完了しました。今回はいろいろありましたね。ランバラル隊の全滅もあれば、ドムの支給もあったし、まあ何より無事トリトン基地攻略できましたので、一旦今回はここまでにさせていただいてですね、次回またこの続きをプレイしていきたいと思いますので、皆さんの応援引き続きよろしくお願いいたします。
はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。